和菓子の業界では大変今、注目を集めている会社さんでして、新宿の伊勢丹さんにも出店し、これからは間違いなく、こういう菓子が皆様にね、このまでの会社になっていたはずだと、何バカなこと言ってるんだとそんなの儲かなくてないと、カビ生えるじゃないですか、カビって取って削って焼いてたじゃないですか、非常に非効率極まりないんですけど、でもやはり一番正直な形ですし、こっちの方がうまいに決まってると、という自信からですよね。父も子もなく先代、ね、その次を継ぐのかっていうのも関係ないと思います。